左より、律、養子、中三郎、母、八十。中三郎が養子となって間もない頃の写真。正岡正昭和16年5月24日は、財団法人式案保存会所代理事長である。愛媛県出身。廃人、正岡式の妹、正岡常直夫と八重の長女として生まれる。兄は、廃人の正岡式である。幼少時に、父が亡くなったため、 母が女で一つで四季と律を育てた。最初は明治18年に陸軍軍人と結婚するが同20年に離縁。二度目は明治22年に旧西松山中学校教師と結婚するも翌年に離縁。明治35年に兄のホトトギスが亡くなると家督を相続し、翌年に協立女子職業学校に入学。卒業後は母校の事務員を経て、 和裁の教師となる。大正3年に、母方のおじ、加藤久さ中の三男、中座風呂を、正岡家の養子として迎える。大正10年、母の八重の看病のために退職した後、指揮案に、東京都史跡、同35年に、東京都文化財に指定されたで、裁縫教室を開き、整形を立て、昭和3年に、財団法人式案保存会所代理事長となった。 ありがとうございます。